豊かさは周波数です。番組が気に入ったら、コメントでお知らせください。今日、皆さんとつながれることを嬉しく思います。この時、私たちは全人類に真の希望のメッセージをお届けします。大規模なトータルが再び活性化され、皆さんの状態は間もなく変化し、より多くの喜びと光を受け入れるでしょう。私たちは、今日、これが絶対に可能であることを保証するためにここにいます。私たちは、あなたたちの世界で何があなたたちを最も悩ませているかを知っているので、今日は豊かさの概念について言及し、それがあなたたちの社会にプラスの影響を与えると信じているので、それについての私たちの視点を提供したいと思います。私たちには不足という概念がないので、豊かかどうかは考えません。欠如とは、単に現時点では持っていないかもしれないが、想像しようとしているものを指します。私たちは、自分たちが豊かであるだけでなく、まさに豊かさを体現していると考えています。なぜなら、私たちはありのままのすべてであり、すべてが私たちであると理解しているからです。私たちは自分が何かにアクセスできないとは考えたり、何かが長期間にわたって制限されているとは考えたりしません。なぜなら、私たちは望むものは何でも想像できることを知っているからです。まず、親愛なる兄弟姉妹の皆さん、豊かさは周波数であり、誰もがそれに同調できることを私たちは知っています。その理由とその方法を説明します。豊かさとは、自分が全てであることを知っている状態であり、それを知っていると、現実はリソースやその他全てを通じて、それをあなたに反映します。しかし、もしあなたが自分自身に欠陥があると認識しているなら、それはまさにあなたの現実があなたに反映し、さらなる欠陥を生み出すことになります。残念ながら、一部の 3D プログラムでは、自分の豊かさを実際に見ることができません。なぜなら、あなたは自分の経済状況に関連した豊かさを指しており、それがあなたが豊かだと感じるかどうかを決めるからです。あなたの経済状況は、豊かさのほんの一部であり、それが全てであり、あなたの全てです。見回す、豊かではないですか。あなたは、植物、木、水を通じて生命を支える素晴らしい資源に満ちた豊かな地球に住んでいます。あなたには人間の生命を支える素晴らしい大気があり、そして何よりも、地球が驚くべき方法で成長し発展するために必要なすべてを生成する太陽があります。さて、親愛なる皆さん、私たちはあなたたちに尋ねます。あなたたちに欠けているものはどこにありますか？それはあなたの心の中にあり、幻想の世界に属していませんか？それは、地球とその贈り物の自然なサイクルと調和する方法を忘れて、あなたが作り出した誤ったシステムの中にあるのではありませんか。見た場合は、このストーリーを離れて、独自のストーリーを作成してください。あなたのハイヤーセルフと直感に、この幻想から再び自由に生きる方法を教えてもらいましょう。いいえ、全く不可能ではありません。地球上には何百万もの生き方があります。どのように生きたいかを決めたら、それを試してみることができます。おそらく、地球とその植物に近い生活、おそらく、お金に依存しない生活、おそらく、経済的に制限のない人生、おそらくあなたを助けたいと思っている他の多くの人たちに支えられている人生かもしれません。もしかしたら、あなたは、たとえそれがどのようにして起こるのか見当がつかなくても、お金がないから、それは不可能だと、心があなたに告げずに、宇宙があなたのために、その人生を想像してくれるのを許したいと思うかもしれません。豊かさは周波数です。
豊かさとは存在の状態です。あなたの本質を目覚めさせ、豊かに生きてください。あなたの心の限界を超える限界はありません。私たちにサポートを求めてください。あなたが経験している欠乏感の錯覚から抜け出す方法をご案内します。私たちはあなたを愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。そして私たちはあなたを導き続けます。